いやー、盛大に負けましたよに。ここへ来ると思い出すよに。でも高級見ると綺麗だに。フーレイ大事件です。マグにこっそりと住まいでも構えるとやってりゃ勝ててたんだよ多分。氷割りと。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、おすわけマイクラマルチインカーズ世界よっね。いやー、やってまいりました。今日はここでですね、たわいもないですね、後処理的なことをしていこうと思います。まあ、前回ですね、エリトラ取りに行って取りに行けなかったっていう経緯がありましたので、せめてやっぱりエリトラ取っときたいんですよ。で、ちょっと手をつけないといけないところが 2,3 あって、まあ、そこをちゃんとしていきたいと思っております。はい、こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けし、見るためで配信しまくっている私マグニーがお届けするチャンネル、私マグニーがお届けするチャンネルでございます。はい、ということでね、進めていきたいんですけどね、まあ、なんとなくまあ上に登ってきただけで特に意味はなく、今ねやってたんですけど、やらないといけないことが結構あるんですよね。で、いただいたものとかがなんか、あるので、その辺の整理もしていきたいなっていう気でございます。ちゃんと片付けしよっと。やってまいりまーす。しゃって登録。ここのワールドは片倉さんを中心に今更はい、もうテロップで出てると思います。皆さんご存知のことかと思いますが、そういうマルチワールドでございますね。本当にアイテムがもうバラバラになっているところがあるので、まあ一旦その辺先整理しちゃおうかな。簡易的な倉庫を作っちゃえばいいと思うんだ。うん、簡易的なね、作るならまあ家の中かな。家の中これも倉庫にしちゃえばいいんじゃないかという、気持ちで進めていきたいと思います。置けんのかな、あそこ。今見てたとこが階段とかだったら、ないな。おい、チェストが1個もないぞ。そうなのよ、うちチェストが少なくてさ。こっちもらうよ。ほら、こういうのとか全然やれてないから。こことか置けると最高なの。置けるし置けるし置けないし置けるしめっちゃ置けるし。さあ、もうざっくりいっちゃうかな。ここにあるチェスト全部まとめちゃって、もう部屋の中に全部格納すんの。うん、部屋の中に格納。うるうるうる。これサムネにしよう。皆さん大事件です。マグニーが整理をし始めてしまいました。あんなに雑だった、あんなに雑の極みだった男がついに整理をし始めたわけです。エリトラも取りに行きてとかつって言ってんのに何やり始めてるんですか。あんた何やり始めてんの。もう独自の分け方でね、どんどん入れていきたいと思いますから、よろしくお願いします。独自の分け方でいくからね。アイテム5分以内に回収しないとなくなっちゃうから、時間との勝負にはなるけど、見ていてくれこの独自の分け方を。それなりにうまくいくのではないかと思ってるよ。やっぱりさ、圧倒的に足りない、足りないのがね、チェストね。先にチェスト設置してからやれって、ここ本当にそう自分でも思います。自分でも思うんだけども、そこは勘弁 していただいて。はいはい、早く早く。めっちゃ物入るやん。時間かかりました。でもね、すっきりしたよ。かなりすっきりした。途中経過っちゃ途中経過なんだけど、見ていただくと、はい、お部屋の中にチェスト類が全部移動しております。まだなんだったら空いてるチェストもあったりするので、もうちょい細かく分けられるじゃあ分けられるけど、今んとこまあ落ち着いてるかなというところでございます。うん。はい。少しだけ種類でアイテムを分けていきましたので、これこうじゃないとダメか。はい、でちょっと部屋っぽくもなりましたし、
どうせこれランタン飾ってあげたりとかして、ね。おいおい、すいや、すいや。でここはなんか適当なやつをポン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 入れていくとこ。でここなんか出かけるときにみたいな。でもいいよね。うん。家を家らしくちょっと使いましょうかというね、あれでございます。雑に入れるとこ。でこれボンさんからいただいたやつ全然片付けられてなかったんでこれもね。はい。これも食事なんだけども食事も山のようにあるものでありがとうございますっつって、はい、これまた処理ができてませんって。でこれジャジャさんからもらったやつなんだけど、こちらにねジャジャ箱ね場所移動です。ジャジャさんへ箱は家の中に移動させました。メッセージを書いておき、ジャジャ箱、あ、ジャジャ箱、ジャジャ箱は、ジャジャ箱は後ろで、新ジャジャ箱ね、こっから入ってくると思うのでジャジャ箱は後ろ、あ、これかという風になっていただければと思います。さっき出かけるうんぬん言ってましたが、あそこを申請ジャジャ箱にさせていただきたいと思います。ジャジャさんもし来る際あればよろしくお願いいたします。さあめちゃめちゃスッキリしたとこでエリットラを取りに行きたい。そして、エリトラで飛ぶには花火が必要、花火を作るためには紙が必要、火薬が必要、火薬を取るためにはそこの焚き火を復活させなければならなかったり、まあいろいろあるわけだから、そうだな、焚き火作るにはソウルソイルあるかな、ソウルソイルと原木がいるんだっけ。あ、そうだな、ソウル3とかソウルソイル、そして原木だ。なるほど。で 5×5、25焚き火いるので1スタック以上の木材が必要になります。あ、間違えて入ってる。まあびっくりするぐらいないびっくりするぐらいない、ので、ソウルソイルも取ってこないといけないし原木も取ってこないといけない、状況にあると。で石炭や炭かどっちかもいると。で石炭これしかない。はい、つうわけで参りますか。あれ、ボートもね、もしかしてボート置いてねえかな。あ、置いてた置いてた、それごめんね、俺のなの。早速木こり行ってくるわ。もう行ったことないとこ行こうか。どうせならあの先なんか島見えてたじゃん。はい、つばつけに行こうぜ。いつ登録するの？今でしょ。あ、みんな見て、端っこまでやってきたよ。ほら、端っこまで、はい、端っこまでやってきました。私の最後のかまどみたいなやつで距離を稼いでるのが分かりますね。はい、そっから見えていた島ですね。あんまり遠く離れてこうまた重たくなる原因になっちゃいそうだから、ここに私ちょっとなんかこっそりと住まいでも構えるかなって。いや、お前そんなことやってる暇ねえで。でもね、見えてたの、ほら、ここには船があったんですね。多分誰も来てないと思うんだけど、誰か検索済みじゃん。普通にこっちに来てるんだよな。はい、そりゃそっか。で素直に木こりしてきます。いや、でもすっきりしました。今日で超すっきりしました。アイテムが、片付くっていうのはいいね。あー、すっきりする。私はやっぱその方がいいみたいだ。片付けるのを後にする方法ってみたいなのがあるんだけど、こう何を持って優先順位としていくかみたいなのがあるんだけども、優先順位を低くしてみたんですよ、アイテムの片付けをね。いや、でもダメだ、私はそれではダメなようです。やっぱり片付けたくなるみたい浮いとるで、ちゃんと彼上から、よいしょ、よし、木こりスタート。木こり、原木が2スタック、ん、2スタックじゃダメか、ちゃんと計算しよう。大丈夫だな、2スタック、うん、あるとまあ確実って感じ。すぐだわ月齢大会もこうやってりゃ勝ててたんだよ、こうやってりゃ勝ててたんだよ多分。木こり割と早い方なんだからね、見ててね、ちゃんとほらこうさ、木を削るときはちゃんと斧を持つで、高さを測りちゃんとこう上下向きなら動く。例えばこういう木があった場合はここはこる、
斧で狩るけど他はちゃんと違うツールで狩るという、むしろ素で葉っぱは素手で狩るというか、そして斧の耐久をねなるべく減らないような木こりの仕方をね心がけてるわけよ。これで多分原木の全体で全く同じペースで取ったとしても原木ベースで言うと下手したら10個ぐらいの差は出たかもしれない原木で。となるとかける4だから、40ブロック分ぐらいこう前に出れてたかもしれないよね。うん、まあかもしれない。始まりましたけどまたこれ、そんなこと言ったってしょうがないんですよ。で負けた事実っていうのはまだ変わっておりません。はい、なんだかんだ話してると、ベッドを忘れたっていうことに気づきつつも誰も今入っていないということでそこに甘んじまして、松の原木を夜のまま集めておりました。さあ帰りましょう。はい、おやす。もうベッド持ってくから。はい、おはようございますね。しっかり片付けちゃおうぜ。これぐらい焼いといて、はい、ちゃんと、なんだっけ、石炭か木炭かも作っておいてもらっている間に私は今度ソウルソイルかソウルサンドを取りに行かなければなります。さすればここの復帰が可能となり、また放置によって皆様にお裾分けをすることができるということになりますね。今お裾分けできるのは本当に何もなくて、またそれは、メモを確認しながらですね、自分の持ち物と照らし合わせつつですね、また考えたいと思います。ニザーエゴー。ん？スポンジを拾ったよ。え、待って、これラッキースポンジ。はい、ソウルソイル発見いただきまーす。はい、オッケー。いやー、役者は揃った。むちゃくちゃ綺麗になるやん。すっきりするやん。よかったぜ。あ、グランドトラップ。ん、そういえば全体掲示板砂無限欲しいです。お礼はいつか渡します。砂無限欲しいです。いやー、こればっかりはね、うちの物資じゃ作れんのよな。材料くださればすぐ作るんだけどな。材料くださればすぐいつでも作りますと、お伝えください。このゲーム一番大変なのは材料集めだからね。人生と一緒だね。え、あ、そうだ、まだ燃やしてんの。はい、ありがとう。でも結構燃えてくれてた。よかったよかった。これでうわー、ちょうど25できたじゃん。ナイスーナイスすぎー。よーし、復活ののろしをあげようではないか。あらー、よいしょー、復活やー。これで放置できるぜ。ちょー、中のやつ全部取っとこうか。なんかボートとか入ってるし、ちゅうかソウルソウル入ってたし、よし、オッケー。では手持ち片付けて何かしらこうお裾分けできるものがないかどうか、探したいと思います。ねえんだよな、そんな都合のいいもんねえんだよな。なんかラッキースポンジあったからとりあえず置いといたけども、ありません。なのでタイタイが矢を喜んでいたという情報先週ぐらいからいただいてます。なので先週も置いたと思うんですが、今週もお貸しいただきたいと思います。また放置しに来たいと思います、こちらにもね。よし、またいつかエリトラリベンジやりたいと思います。余り物ですがに追加しといた。ほな。